はい、こんにちは、ワイパー鈴木です。本日はですね、店舗にて撮影をしています。最近はですね、YouTube 見てきましたとか声かけていただくこと多いんですけど、非常に感謝しております。で、私別の業務の都合でなかなか店頭でですね、接客する機会がないんですけど、他のスタッフからちゃんと伺ってますんで、そういったお話聞けるとすごく嬉しいです。でですね、先日アメリカで買い付けた商品の第1便がやっと到着したんですけど、かなりの量で正直全然準備ができておりません。で、衣替えもしないといけないんですけど、実物の一点物自体はですね、かなり季節関係なく需要あるので、店内のレイアウトをどうしようかなかなか難儀しています。ちなみに買い付けたヴィンテージのアイテムに関してはですね、また別の動画で紹介したいと思っていますので、楽しみにしていてください。あとですね、実はうちのインスタってサブアカウントがあるんですけど、そちらにですね、店舗限定のアイテムも紹介しているんで、もしよかったらチェックしてみてください。で、今日は何の動画かというとですね、実はあまり知られていないんですけど、ワイパーにはもう一つの顔があるというのはご存知でしょうか。実際に店舗に来たことがある方はわかると思うんですけど、実はですね、弊社飲食事業も手掛けてまして、ピザ屋さんを営業しています。で、福岡市内に2店舗、10店舗もあるんですけど、ハンドクラフトのですね、ピザをそのまま再現した冷凍のピザも作ってまして、実はその工場がですね、ワイパーの上のフロアで作られています。もちろん全国の取扱いのスーパーさんや、ネット通販でも購入いただけるんですけど、こちらの工場に店舗も併設されていますので、そのままピザを買って帰ることもできます。で、今からちょっとお店の方を紹介していきたいと思うんですが、場所はですね、こちらから上がると店舗の方に行けますので、ちょっと覗いてみたいと思います。営業時間の方が12時から18時となっております。で、土日がお休みになっているのでご注意ください。で、あとワイパーの店舗の方もこちらたまにお問い合わせあるんですけど、ちょっと土曜日の方が定休日となっていますので、そちらもご注意ください。で、このまま上がっていきたいと思います。お疲れ様です。こういった感じで冷凍のピザの販売をしています。ちなみに一番の人気は、人気メニューは、一番人気はこちらの極みマルゲリータになります。他にはおすすめは、2番人気がこちらの海鮮トマトバジル、エビの粉のペルト。で、プライスの方は3枚で、こちらの商品選んでいただいてもこちらの価格になります。これは出前のピザよりもだいぶ安いですね。しかもこの楽天市場でグルメ大賞を受賞しています。7冠達成です。で、そんなピザレポなんですけど、実は先日テレビの取材が来まして、番組内のコーナーにてピザレポの紹介をいただけるようになりました。ちょっとだけワイパーの方も収録させていただいたので、お時間ある方はぜひ見てみてください。撮影風景も撮っていますので、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。リハーサル中ですか。緊張しますかね。まだかな。出番はまだですか。うん。あ、いいですね。うちはですね、ミリタリーの商材を中心に、国内のセレクトものだったり、カジュアルな洋服を中心ですけど、こういった、アメリカ軍の MA1 だったり、フランス軍のチノパンツなんですけど、このパンツとか去年からかなり数も動いてて、いろんなお店さんでも。どうでしたか。いや、普段のスズキングのカメラと全然違う本格的なテレビ関係のカメラで、ちょっと緊張しちゃいました。うまく喋れました。どうでしょう、いかがだったでしょうか。で、今日の、撮影した模様は RKB 毎日放送の毎週水曜日夜7時から放送の続婚九州、そちらの方で放送されるようなので、ぜひチェックしてみてください。ワイパーは3月4日の放送予定です。